川田選手は九州地区の代表旭化成の所属、身長184センチ110キロ、左組、大外刈りが非常に得意な選手ですね。一方こちらが熊代雄介選手、33歳、左組ですがますます両組の精度を上げるというか両組を、が上手くなっている、両方に技のある選手です。こういう左の長身をさばくのも非常にうまいんですよね、うん、映り越しですね、映り越しですね。会場が沸きました。開始すぐにこれを仕掛けてくる熊代選手、やはりベテランですね、はい、熊代選手、昨年の全日本選手権で不発だった谷落としをこの大会で極めたいと言っていたそうですが、先ほどの初戦はまさにこの技を決めました。さらに両組の幅を広げたいというコメントをしています。川田選手頭が下がってしまっている、上がりました。一見がっぷりの組み合いですが、増田さんどうでしょう。そうですね、熊代選手の方が若干あの組み勝ってるかなっていうのがありますね、はい、力がかかっているのは熊代選手の方に見えます、はい、両方袖襟帯なんですが、あ、嫌がらせている。頭の上にちょっと釣り手を持ってきて抜くのか戻すのか、ちょっと嫌がらせるような動作をした熊代選手。待ちますね両者。また崩しのせずに、はい、あの左肩が下がってるのになんで左の大外刈りいけるんですかね。熊代選手独特な形です。私たちも写真を見ていつもこう記事を書くときに驚愕するんですが、一枚絵だと攻めてるように見えない。ああ、いった、得意技、技ありですね。叩き落としました。いいですね、いいですね。思い切っていきましたね、川田選手も。川田選手が一番良かった高校3年生時を彷彿とさせるような真っ向からの左大外刈りでした。熊代選手を投げるんだから、やっぱりすごい威力なんですね、うん、川田選手の大外刈り。熊代選手も行く。川田選手が思わずのけぞった。次行ったら返しますかね。熊代選手なんか待ってる。でも時間が1分50秒切りました。技ありリードは赤の川田選手。熊代選手またちょっと異様な体の使い方の右袖釣り込み腰から今度は左。川田選手釣り手が上がっている。そうですね、川田選手今いい形ですよね。ただもう一回熊代選手相手にあれをいけるかとなるとちょっと怖いですよね。はい、どんな罠を張ってるかわからないですよね。川田選手得意の大外刈りにいける形が、まあ、なぜかというか続いているという。ちょっと熊代選手が打開に動きました。川田選手冷静です。そうですね、技ありをリードしてますので、はいはい、ここで指導をもらっても川田選手はまあ計算通りというか、うん、巡航運転ですよね。消極的試合姿勢の指導一つが川田選手に、もう一つ指導が使えます。川田選手残り時間が54秒、釣り手は上がっている。まあ、雑になる必要ないですね、はい、ここで川田選手持たせたまま前に出ます、はい、膝を振って見せてますね。いや、見せてますねって。3度4度と膝を上げます。怖い怖い。川田選手耐えきりましたね。そうですね、まあ、今の 前ですね、誘いに乗りませんでした。出てきたところを、はい、支え釣り込み足でかわすと右の小内刈り26秒。そうですね、試合時間はもう刻々となくなっていますので、はい、川田選手でも間合い近づけますね。間合いを取った方がいいと思うんです。今のポイントないですね、はい、もう
言ってるそばからというやつですね。いや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 、目が離せないですね、はい、まあ間合いはノーガードですよね。うーん、ノーガードこれも どっちが言ってもおかしくない間合い、ガードないです。おお、川田選手、全日本選手権勝利を決めました。まあ、熊代選手も、国際武道大学の教員としてですね、はい、学生を指導する立場で、まあ、本当に、よくやってますよね。はい、学生もこれで、はい、この戦いを見てですね、はい、非常に勇気をもらってるんじゃないですかね。はい、はい、そしてやっぱり役者ですよね。敗れたりと見せてくれましたね、はい、川田選手は2年連続2回目の出場で、これが全日本選手権初勝利。大物川田が復活してきたというような一番でしたね。13時よりこの YouTube でのライブ配信は終了し、 NHKBS1 での放映に引き継がれることとなります。16時からは NHK 総合でも放映いたします。後日全充電 TV にて全試合映像をまとめて配信いたしますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご覧の方は13時から NHKBS で続きを見ていただけるようにご準備いただければ。